HSV 色空間、HSV モデル、サイドの3つの成分からなる色空間、HSL 色空間とも言われる。HSV は1978年にアルビー・レスミスによって考案された。これは RGB 色空間の非線形変換であり、色の変換に用いられることもある。HSV と HSV は同一であるが、HLS とは異なる。 HSV モデルは通例コンピュータグラフィックスアプリケーションに用いられる。いろいろなアプリケーションでユーザーは個々のグラフィックス要素に適用する色を選択する必要がある。このような場合、HSV 色感がよく用いられる。これは円状の領域に色相が表現されたもので、それとは別に三角形の領域が彩度と明度の表現に用いられることがある。 上手における三角形の水平軸は明度を指示し、また垂直軸はサイドに対応する。このような形式のインターフェースでは、最初の操作で感情の領域から色相を選択し、続いて三角形の領域から所望の彩度と明度を選択する。HSV モデルの別の四角化方法は円錐である。この表現では、色相は色感の三次元円錐状の構造に描かれる。 サイドはその円錐の中心からの距離、明度は円錐の頂点からの距離で表される。円錐ではなく六角形の衰体、六角錐で表現するものもある。この方法は単一の物体で HSV 色空間全体を視覚化するのに適している。三次元形状のために二次元のコンピュータインターフェースにおける色の選択に利用するのは難しい。HSV 色空間は 円柱状の物体として視覚化されることもある。蒸気と同様に色相は円柱の外周に沿って変化し、サイドは中心からの距離に伴って変化する。明度も頂点からそこへ向かって変化する。このような表現は HSV 色空間のモデルとして数学的に厳密であると考えられるかもしれないが、視覚化されたサイドレベルと色相の精度は黒に近づくにつれて少なする。 さらに、通常コンピュータは有限の範囲で RGB 値を格納する。精度の制限は人間の色認知能力の限界とも関連し、ほとんどのケースで円錐による視覚感より現実的とされている。HSV モデルと人間が色を知覚する方法が類似しているため、グラフィックデザイナーは RGB や CMAC のようなモデルより、 HSV カラーモデルを用いることを好むことがある。RGB と CMAC はそれぞれ加方混合と減法混合によるモデルであり、どちらも原色の組み合わせによって色が定義される。それに対し HSV はより人間と親和性のある内容、この色は何色か、鮮やかさはどのくらいか、明るくしたり暗くするにはどうしたらいいか、で色についての情報をカプセル化する。 HLS 色空間も同様に直感的に理解しやすい。HSV 三種撃地空間は放射測定された物理的なパワースペクトリー1対1に対応させることはできない。したがって HSV 座標と波長や振幅といった物理的な光の性質の間を対応させる方法は存在し、もし物理的直感が必要であれば以下のような 色彩測定の心理物理的技術を用いて HSV 座標形を擬似的に変換することは可能である。R,G 及び B が0.0を最小量、1.0を最大値とする0.0から1.0の範囲にあり、で定義された色が与えられたとすると、それに相当するカラーは次のような数式により決定することが切る。R,G,B の三つの値のうち、 最大のものを MAX、最小のものを MIN とすると、この式は次のように書ける。フォーミュラ1、円錐モデルフォーミュラ2、円柱モデルフォーミュラ3、結果は形式である。H は0.0から360.0まで変化し、色相が示された色感に沿った角度で表現される。S および V は0.0から1.0までの範囲で変化するサイドよび明度である。各座標で、 h の範囲は0から360までであるが、その範囲を超える h は360.0で割った常用、またはモジュラ演算でこの範囲に対応させることが起きる。例えばマイナス30は330と等しく、480は120と等しくなる。この式は hsv の他の性質も示す、以下の処理を行うことで変換することができる。hsv RGB 全要素を0.0から1.0の不動小数点数で表現した円柱モデルの場合、H が色相を配置した色感に沿って0.0から360.0の範囲で変化する角度で表記され、彩度を意味する S、明度を意味する V がそれぞれ0.0から1.0の間で変化する。このような値によって定義されたある色が与えられているとするとき、次の式を通して、 これに対応するカラーを決定することができる。まず、もし S が0.0と等しいなら、最終的な色は無色もしくは灰色である。このような特別な場合、R、G、および B は、単純に V と等しい。上記の通り、この場合 H は無意味となる。円柱モデルからの変換フォーミュラ4。円錐モデルからの変換フォーミュラ5。 フォーミュラ6以下の処理を行うことで変換することができる。HSV RGB を0.0から1.0の不動小数点数で表現した円柱モデルの場合、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。